めますか。はい、いやこれがもうね、実は前撮ってから、いや9年空いてるっていう。そんな空いてるの。そう、9年間ね空いて、ついにこう復活したっていう。誰も待ってないのに。衰退し始めた頃にまた始めるっていうね、うん、なんかこういいですね。僕ららしくってね、いいんじゃないかと思うんですけど、でも、まあ、9年ぐらい空いてるから、その間たかし君からいろいろ変わったでしょ。まあまあそうですね。もう転職したという。転職今ってことにしておきましょう。本職は何になるの？なんかブランドを作って、うん、工具とか作って販売してるような感じだったり、内装だったり。うん、看板だったり、何でも屋さん目指してます。何でもやるんで。丸井さんはどうです？もうなんかイベントの何でも屋さんみたいな感じ。何でもいいっすよね。何でもいいっすよね。マルチな。なるほどね、はい、僕は9年経って、あの今日があの人前で初めて来てメガネデビューです。あんまり求心力とかあんまりやっぱ僕らないから、あのやっぱ求心力の象徴のね、マルコム X がかけてたこのメガネにしてみたいです。今日は一応ね、はい、あのみんながこうこの9年の間、僕らの周りがね、登っていってたわけですよ、いろんなことをして。で僕らは初めに撮ってたね、このたかし君のこの倉庫にまだ戻ってきたっていう、ね、感じで、でまあみんなね、前からたかし君の倉庫面白いっていうことをね言ってるんだけど、何があるのかはみんな分かってないし、僕らも分かってないから、うん、この倉庫にあるやつのちょっと自分の中でのフェバリットアイテムをちょっと紹介してもらおうかなって。結構お気に入りのものが、うん、この向こうにあって、それはもう今回なしにします。なしない。今回なしない。これだよ。無理。今から無理だよ。間違えたら、あの太鼓とか面白いかもしれない。あれも取れないですけど。山梨に鹿を取りに行って、で鹿をなんていうかハンティングして、うん、食べて、えそれたかし君が、あとちょっとプロの人がついてって、うん、でその鹿の皮で太鼓の皮貼ってみて、お気に入りです。あ、そのえ捕まえた鹿の皮から作った、取れるかちょっといいですか。鹿皮太鼓、取れました。それは何、鹿みんな普通に鹿を使うの？みんな、いや多分鹿は太鼓の顔にしちゃいけないかもしれない。あの薄いって、薄くて破れるみたいなんですよ。へー、ちょっとなんか緩めに張ってるんですけど、すげえ。自分で取った動物の皮っていうのがフェイバリットです。ですね、太鼓。それちょっとあれ今ちらっと映ってるからいいんだけど、はい、ここなんかこれちょっともう茶色くなったりしてるけど、日本で沖縄にしかヤシの木、ココナッツ生えてなくて、で、俺ココナッツ大好きなんですよ。ココナッツ大好きで、なんて言えばいいんだろうな、これは台風の後に落ちてた実を拾ってきたんですけど、俺もう沖縄県内でどこにココナッツの実がなるかすごい把握してて、台風終わった後に巡るんですよ。それでこの前の6号かな、すごい長い台風があって、その時に見に行ったら60個ぐらい取れて、そのうちの一部です。これは飲めるやつを置いてる。マイクとかこれあるんですか？うん、音聞こえるかな、うん、ココナッツウォーターの音。飲めるっす。今、あ、これもいいっすよ。これスプレーなんですけど、なんだろうな、これはクライロンっていうブランドのスプレーなんですけど、今世の中アウトドアグッズとか、うん、まあ、工具でも何でもそうですけど、大体このミリタリーみたいな流行ってて、この色かこの色にすれば売れるみたいな、でそれが流行ってます。でみんなこれ好きだから自分でスプレー買ってきて色塗ったりとかしてやってるんですよ。だけど俺もう俺からしたら全然違うんです、あの色は。とんでもない、もう恥ずかしいからやめてくれぐらい。見てられんぐらいなんだけど、本物はこれなんですよ。クライロンのウルトラフラットシリーズが米軍正式採用中か、米軍の色を一番再現してる中、サンドカラーとオリーブなんですけど、これどこで買うの？これこれは沖縄の払い下げ屋さんとかで売ってて、で値上がりしてってますね。
っていう。でもこれで塗ったらもう本当にこの箱とかこれで塗ってるっすけど、うんうん、この、はい、今そうか書いてるやつ、はい、これ全体を塗ってる。そうです。ギマ倉庫っていうロゴは、はい、これは自分で切り抜いて切り抜きましたね。ステンシルで。はい、ステンシルです。これなんかすごいえらいことになってる、はい、バナナ。久しぶりに帰ってきたんですけど、今日えらいことになってますね。うん、まだ食べれる。あ、もうこれとか向けて落ちてきてる。食べれますよ。あと、はい、食べてね。あと食べる。いや前からね、だからそのなんか汚い感じのバナナをね、食べてるイメージがあったけど、これぐらいだわ。でもね、甘いっていうか、うん、よく言うけど、濃厚だってね。はい、美味しいです。気になるのは、あれを見たい。頭に隠されてる。あれです。あれ超やばいっすよ。あれはすごいっすよ。この辺もお宝ですけど、その前に一回挟んでるけど。なんですか。いいですね、これ。お宝感ありますね、これ。ほら。だいぶ。使えんのこれ。使えます。これどこで買ってきたんですか。これは多分、どっちかもらってきてますね。もらってもらえみたいな。これもちょっと思い出した。これ電球といったらね、もう高志くんね。その裏添えのね、メイクマンの横にあった、はい、なんだったっけ、あの、食べ物屋さん、ステーキ、あー、なんだったっけ、ピザハウス、あ、ピザハウスのところに、そこが解体の時に高志くん行ってね、そう、なんかこれ、うん、あの、ください っつってランプがこうあったやつをくださいよって言って、解体中に自分で取るんだったらあげるよって言われて、買ったわって言われて、はしご書いてあれっすね、車に乗ってます。あ、これこれ浦添の街をあの照らしてたやつ。ちなみにこれ高橋さん、この月マークがいっぱいあるこの同じこの箱っていうか何？これ米軍の食べ物レーションですね。レーション、MRE レーション。レッチョケア。沖縄あるある、みんな持ってます。すげえ。みんな持ってる。はい。僕の周り持ってる人いなかったけど。あった。何かその、うん、これ電球マニアなんですよ、そういえば。うん。ガムテープだけじゃなくて。電球も大好きなんですよ。電球コレクションもさ、今日は。ね、待ち、忘れて、まあいいか。あれはナンバーワンにしましょう。最後にしましょう。最後。